2023年3月31日、この日で留萌本線留萌石狩沼田が運行終了し、留萌駅もその歴史に幕を下ろしました。当日はつれづれ北海道もたった一人の総力体制で取材に臨みました。動画撮影の合間にスマホでパチパチしてきたので、そのショット集をお届けします。なお編集の都合から時系列とはなっていません。最終列車見送り演奏お疲れ様でした。留萌駅の記憶はみんなの心に残り続けることでしょう。留萌駅さん、長い間ありがとうございました。